お待たせいたしました。圧倒的な人気を誇りますプロレス界のリーダーシップを取るミスタープロレスドリーファンクジュニア、第10代のインターナショナルヘビー級のチャンピオンであります。2回目の王座防衛戦は記念すべき全日本プロレス10周年のマットであります。ドリーファンクジュニア、勝利は第10代インターナショナルヘビー級のベルトであります。さあ今日のチャレンジャーは怪物キングコングブルーザーブロディ。両者の因縁は仙台大会、このドリーファンクジュニアの息子さんディック君をブロディが襲いました。流血に至るニードロップでノックアウトしたブロディはディック君を早速病院に送り込むというような本当にすごい技を見せたわけであります。そしてディック君は翌日アメリカに帰りました。可愛い息子を痛めつけられました。正義感の強いお父さんドリーファンクジュニアはいつもは温厚で冷静なんですが、今回ばかりはどうしてもそのブロディを許せない、徹底的にやっつけるというふうに言っています。キルヒム、キルヒムと叫び続けましたドリーファンクジュニア。チャレンジャーのブルーザーブロディのテーマミュージックが流れております。このリング上のドリーファンクジュニアが息子の敵を取るか、一方チャンピオンのこのドリーファンクジュニアを返り討ちするか、怪物のブルーザーブロディが今画面に映りました。これがブルーザーブロディ、198cm、135kg、右手にはいつものようにチェーンがぶら下がっています。ご覧のようにまさに怪物、行く手にはドリーファンクジュニアが待ち構えている。ドリーファンクジュニアが待ち構えている。いつもより表情は険しい。息子ディックの敵を取るかドリーファンクジュニア。さあブルーザーブロディと目が合った。クラマー XE 艦火花が飛びます。ブルーザーブロディが今リングの中に入りました。セレモニー花束が贈られる予定だったんですが、これはちょっと贈ることができません。 TWF ロードブレアス会長よりインターナショナルヘビー級選手権の宣言が行われております。さあその宣言がまだ終わらないうちにブルーザーブロディ、そしてドリーファンクジュニア、まずジュニアチャンピオンがエルボースマッシュ、今ゴングが鳴りました。試合は60分の一本勝負で行われます。エルボーが決まった。さあ山田さん、因縁のタイトルマッチになりましたね。そうですね、もうこれはね、完全にあのディンク君の一件以来ね、ドリーが逆上してますからね。はい、まあ、気をつけないと危ないですよ。ドリーファンクジュニアはですねブルーザーブロディをキルヒムというふうに言ってますね。そうですね。さあどうだ、これはお客さんの傘を取って狂気に使った怪物キングコングブルーザーブロディ。まあ、竹内さん、仙台で息子さんがやられてからドリーファンクジュニアがですねいつもは冷静なんですが、その冷静さが消えましたね。まあ、ドリーがですね怒る気持ちは十分に分かるんですけど、ともかくやっぱり冷静に試合を続けてほしいですね。はい、インターナショナルヘビー級の選手権試合、このタイトルマッチ60分の一本勝負で行われます。さあ試合早々ですね、流れの方はリングの外で展開されてますね。そうですね、しかしねやはりあのタイトルマッチですからね、はい、あっとドリーがもう額割れたみたいですね。グリーンの鉄柱にドリーファンクジュニアが打ち付けられました。さあ出血がどうやら、あっと左の額が割れました。出血が見られます。さあこのドリーファンクジュニアをロープに飛ばしてドロップキック、ブルーザーブロディのドロップキック135キロ。まあブルーザーブロディはですね4月のあのこの選手権では決勝戦右足負傷で、決勝戦不戦負けだったんですね。そうですね、まあその時の因縁がありますんでね、まあ、第一コンテンダーということに選ばれたわけですね。はい、さあクラマー XE さん、ラインのお客さんからドリーコールです。ドリーコール、早くもチャンピオンのドリーファンクジュニアは出血しています。ブルーザーブロディが攻撃を加える。チャレンジャーのブルーザーブロディ、次期 NWS 界ヘビー級のチャンピオンの呼び声の高い2人、この2人によりましてインターナショナルヘビー級の選手権は争われます。チャンピオンのドリーファンクジュニア2回目の防衛なるかどうか。チャレンジャーが飛ばしています。チャレンジャーのブルーザーブロディが飛ばしています。こうなりますと
場外戦がですね今のところ大半を占めてますね、はい、今のところね、それでペースは完全にブロディのものですね、はい、チャンピオン完全に押されてますね。チャンピオンのドリーファンクジュニアが押されました。蔵前国技館末席のお客さんの席に入っていきます。ブルーザーブロディ、そしてチャンピオンドリーファンクジュニア、ドリーファンクジュニアの出血がおびただしい、出血がおびただしいチャンピオンドリーファンクジュニア、さあ片手でワンハンドのボディースラムを見せました。ブルーザーブロディであります。ブルーザーブロディ、チャレンジャーが飛ばしている、王座の移動があるかどうか、強烈なキックを見せました。武井さん、チャレンジャーがいいですね、はい、こうなるとですね、ブロディのシューズそのものも狂気になってますよね。なるほど、さあカウントがいる、カウントは不十分、チャンピオン根性で払いのけました、チャンピオン根性で払いのけました。1万3000人超満員の蔵前国技館沸いています。チャレンジャーのトーキック、山田さん、このシューズが危ないですね、狂気ですね、それとね、この恐るべき巨体から出るパワーですね、はい、防ぎようがないですね。さあトーキック、32歳ブルーザーブロディ、心身ともに充実、ニードロップが決まったぞ、ニードロップが決まっている。さあ再三危ない場面です。チャンピオンのドリーファンクジュニアが危ない、息子のディックンの仇を取るか、お父さんチャンピオンのドリーファンクジュニア、今のところは完全に押されています。チャンピオンのドリーファンクジュニアが押されている。さあ一発逆転なるか、一発逆転なるか、チャンピオンのドリーファンクジュニアです。ニュータルコーナーに押さえられました。まあね、はい、ここまでね、あの展開を見てて、こういう流血とかですね、あのパワーで押される展開を見てたら、これは長引けば長引くだけチャンピオンに損ですね、チャンピオンドリーファンクジュニアが後手後手に回っています。武さん、出血もかなりひどいですね。ちょっとあの血の量が心配ですね、今のところは全くこのチャレンジャーのブルーザーブロディがチャンピオンのお株を奪っています。ボディースラム、そしてゆっくりと落ち着いてカバーに入ったブルーザーブロディ、今日は山田さん、はい、ブルーザーブロディがレスリングを仕掛けてますね。そうですね、あのやはりタイトルマッチだってことを十分に意識して、テクニックで向かってきますね。さあエルボーを見せた、チャンピオンドリーファンクジュニア、怒りのエルボーを攻撃した、ロープの反動を利用してブルーザーブロディの喉元を捉えます。喉元を捉えるエルボースマッシュ、チャンピオンのドリーファンクジュニア、今日は絶対に負けられない、ロープに飛ばした、さあどうだ、カウンターのエルボーバット、カウンターのエルボーバット、チャレンジャーのブルーザーブロディがリングの外、さあチャンピオンが飛ばしました。山田さん、はい、あのね、やはりあれだけの巨体ですからね、ロープの反動を利用した方がいいですね。グリーンの鉄柱にブルーザーブロディの額を打ち付けましたチャンピオン。さあこれでブルーザーブロディが出血、大流血戦になりました。インターナショナルヘビー級の選手権試合、チャンピオンのドロップキックですね、ドロップキックが決まった、チャンピオンのドロップキック、ブルーザーブロディ倒れます。赤い鉄柱が目の前だ、赤い鉄柱にブルーザーブロディを持っていく、チャンピオンのドリーファンクジュニアであります。さあブルーザーブロディが狂ったように、狂ったようにお客さんの席に入ろうとする、ブルーザーブロディも期待のあたり大変な出血であります。いやー、ものすごいタイトルマッチになりました。やはりね、ドリーとしても目には目をということですね、この全日本プロレス10周年に大きな力を貸してくれました協力者、ジャイアント馬場の良き協力者、ドリーファンクジュニア。さあ足を取って伝家の宝刀、スピリングトーホールドは、これは武さん、どうですか。しかしやっぱりすごい足の力ですね、これは決まらないですね、まだ決まってないですね、チャレンジャーのブルーザーブロディ、強靭な足の力でスピリングトーホールドを払いのけました。さあ大流血戦になりました、インターナショナルヘビー級の選手権試合、チャンピオンはドリーファンクジュニア、チャレンジャーはブルーザーブロディ、対角線上に飛ばしました。さあこのブルーザーブロディは流血をしますとますますパワーを見せます。手刀を落としましたチャレンジャー。さあそして今度は空手チョップですね。そうですね、何かね、あの手にバンテージを巻いてますしね、はい、かなり強力ですね。1万3000人超満員のお客さんがボリーコール、そして右手を上げてブルーザーブロディがフライングニードロップ、フライングニードロップは自爆。さあチャンピオンドリーファンクジュニアが立ち上がった、ドリーファンクジュニアが立ち上がった。さあ135キロ2メートル近いブルーザーブロディを
人間風車を仕掛けたんですが、これはできません。これは投げることができません。フライングメイヤー、息子の叩きを取るか、ドリーファンクジュニア、怒りのパンチ攻撃であります。いつもよりジュニアがですね、本当に怒りというものを前面に出しますね。そうですね、あれほどね、強烈なパンチをね連打するというのは珍しいですね。はい、さあブロディのチョップ攻撃、トーキックだ。武井さん、今までどういうふうに見ますか。まあ、ドリーの場合がですね、ちょっと冷静さをあまりにも失ってるだけですね、非常にやっぱ危険な試合展開ですね。なるほど、チャンピオン危険、チャンピオン危うしという声が放送席でありました。さあこれは両手の拳でチャンピオンの機体を捉えました、ブルーザーブロディであります。さあこの拳も山田さん、本当に大きい拳ですね。そうなんです。ですからね、さっきから見てましてね、ブロディはロープも何も使わなくて普通にやって、はい、ドリーはですね、ロープの反動を使ってやっとゴブとゴブ、はい、やっぱりパワーの点ではもう問題にならないですね。おっと、これ危なかったぞ。さあブルーザーブロディは払いのけたんですが、これはレフリーの上皮口の上に倒れたんですね。そうですね、はい。さあ今度はブルーザーブロディをブレンバスター、ブレンバスター、しかしさあブレンバスターが見事に決まったんですが、上皮口にブルーザーブロディが当たりまして、さあここでカバーに行ったんですが、レフリーの上皮口が、ブレンバスター の足がね、はい、上皮口にまともに切ってきましたね。さあそして今ドリーワンクジュニアがレフリーの上皮口を探し回っているんですが、ご覧ください、上皮口はリングの外に倒れたまま意識不明であります。意識不明です。レフリーの上皮口は意識不明です。さあブルーザーブロディがリングの外からチェーンを奪ってリングの中に入りました。チャレンジャーのブルーザーブロディ、これは反則、これは明らかに反則。そしてそのチェーンを奪いました。さあこのチェーンを奪いましたチャンピオン、ドリーファンクジュニア、ブルーザーブロディの額を捉えます。ブルーザーブロディの額を捉えます。ここで上皮口が入った。ここで上皮口が入りました。そして上皮口にチェーン攻撃。山田さん、これはまずいですね。ちょっとね、ドリーはどうしたんでしょう、どうしたんでしょう、いつもの冷静なドリーはどうしたんでしょう。全く正気を失ってますね、今バックロブレーにもチェーン攻撃を見せましたチャンピオン。さあチャンピオンのドリーファンクジュニアがどうしたんでしょうか。これはまずい、これはまずい。武井さん、はい、ドリーはどうしたんですか。やっぱりチャンピオンとしてはですね、わきまえを忘れてますね。冷静なドリーはどこに行ったんでしょうか。あっと、今正式なコールが出されました。ドリーファンクジュニアが残念ながら反則を取られました。今レポートが入ったんですが、山田さん、やはりドリーファンクジュニアの強気攻撃、反則取られましたね。ああそうですか、レフリーを直撃しましたからね、さあブルーザーブロディがフライングニードロップ、フライングニードロップ、バックロブレーがドリーファンクジュニアの足を押さえていました。さあこうなりますとタイトルは移動です、タイトルは移動です。ドリーファンクジュニアは反則負けを取られました、反則負けを取られました。チャンピオンのドリーファンクジュニアが反則負けを取られました。今テリーファンク、テリーファンクがリングの中に入ります。ドリーファンクジュニアの弟テリーファンクがリングの中に入ってまいりました。弟のテリーファンクです。山田さん、どうやらテリーファンクも本当に許せない、そんな感じですね。そうですね、やはりね、はい、まあ、こういうことになったら向こうが二人がかりでしたからね。さあテリーファンクが入りました。私服ですがテリーファンクがリングの中、テキサスブロンコ、テリーファンク、そしてドリーファンクジュニア、ザ・ファンク、ブルーザーブロディ、そしてバックロブレに攻撃を加えます。これがテリーファンク、これがテリーファンクです。そしてドリーファンクジュニアの額を取ってブルーザーブロディが攻撃を加えました。しかしインターナショナルヘビー級の王座はチャンピオンのドリーファンクジュニア、王座を守ることができません。反則を取られましたチャンピオン、ドリーファンクジュニア。しかしドリーファンクジュニアのこの反則負けは痛い、この反則負けは痛い。弟のテリーファンクがリングの中に入りました。ブルーザーブロディにドリーファンクジュニア、そしてテリーファンクが攻撃を加えます。ロープに飛ばしてスープラトンのエルボー攻撃、スープラトンのエルボー攻撃。しかし山田さん、王座は移動ですね。そうですね、王座は移動ですね。もうやはり負けは負けですからね、はい、
クルーザーブロディの左